はい、ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は家具を白く塗ったよということで、結構ね、傷んで、本箱が傷んできたんでね、ちょっと白く塗ってみました。結構ね、こうやって見ると、いろいろね、傷ついてたり剥がれてたりしますんでね、100円の塗装塗料を使ってね、ちょっとやってみたいました。どうぞご覧ください。本棚ね、白く塗ってきます。本はね、みんな出しました。とりあえず扉と、引き出し塗ってきます。買ってきたのはこのニスと、水性塗料アースホワイト2本、あとダイソーでねちょっとハケ買ってきました。じゃあ塗っていきます。ちょっとね塗ってみます。1回目なんでね、とりあえず白くなればいいやって。一度塗りが終わりました。これが二度塗りね、終わったとこです。どうなの？大丈夫なの？こっちはね、まあ、一度塗りです。これは一度塗りです。これはね、一度塗りです。塗料が足りないので、カインズまで塗料を買いに行ってきました。ね、買ってきました。1480円。二度塗り、ね、なんとか綺麗にね終わったんですけど、今日はねニス塗ります。中見えないところはねもう気にしないということで、外ね結構綺麗に塗れています。昨日ニス塗ったのですが、ニスが乾いたら、ベタベタするんですね。ベタベタ、非常にベタベタします。このベタベタするやつね、これちょっと一回ペーパーかけてからもうニスは塗らないという形で、仕上げたいと思います。ベタベタくっつくということで、今日ね塗り直します、ね、綺麗にね塗り終わりました。
出来上がりました。組み立てのね動画ちょっと撮り忘れちゃったんで、もう組み、全部ね終わった形になります。どうですか、結構ね綺麗にね塗れました。前のと比較してもねやっぱり、部屋自体がね結構真っ白いんでね、白い家具にしてよかったなってね思います。今回の作業で、一番印象に残ったのはやっぱり、前のね塗装をしっかり剥ぐということです。ペーパーでねしっかり下地きちっとね作ってから塗ればね、もうちょっと気持ち、ね、楽にできたのかなって思いました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画は本箱をね、ちょっとだいぶ傷んできたんでちょっと白く塗ろうっていうことで、塗ってみました。参考になったよーっていう方ね、ぜひグッドボタン、いいねボタンで応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。